はい、どうも皆さんこんにちは、サボでございます。はい、今回はナイトメアについてまとめました。で、ナイトメアはね、2つの顔を持っておりまして、まあ僕ら側のね、召喚獣っていうサイドと、まあ、敵で出てくるのもナイトメアなのでね、まあ、そちらの相性とか、まあ召喚獣側の場合は、召喚獣で強いナイトメアのご紹介をね、できたいなと思います。あとナイトメアの有用性ですね。はい、でまずは、まあ、召喚する側のナイトメアですね。皆さんね、見たことないかもしれませんが、ナイトメアにはね、この SS ランクの、ね、ガチャで出るこの3種類があります。で、まあ火力の補正とかがかかるんですよ。火属性、水属性、風の属性の、効果大増加みたいながかかるんですけど、まあ、こちらね、使用 SP がなんとね、ゼロで召喚できると。 SS のナイトメアはもうその時点で破格なんですが、まあウガルルムの場合は、攻撃力にね、装備するだけで、1305とか補正がかかります。はい、物理防御1000とか、そう、1000っていう単位で、装備するだけでステータスに補正がかかるので、ぶっ壊れです。はい、ナイトメアはね、入手したらもうジョブ解放より嬉しいものだと思いますので、まあすごいすごいんですよもうまだこれに関してはエアプなんですけど、はいですね。で、まあSランクのナイトメアもいるんですけど、まあ、こちらは皆さん事前登録で手に入っているね、フィーナが S ランクですね。攻撃力上昇のバフ持ってますので、まあ、通常はこのね、フィーナ使っておけばいいと思います。はい。で、まあ、召喚する際の注意っていうんですかね、注意なんですが、SS ランクの、ナイトメアはね、先ほど言った通り消費 SP がゼロなので、まあ、ジョブをね、育てるときに皆さんの熟練度で、ステータスを上げると思います。SP のね、消費量で、熟練度を稼ぐっていう話なので、まあ、この SS のナイトメアをずっとね、使っていると SP 消費がゼロなので、まあ、熟練度がね、上がらないんですよ。このナイトメア召喚って50使うんですね、普通は。 SP50バーって減ると思う。それだけで早く熟練度を稼げるんですが、まあ、SS はゼロなので、まあ、育てる場合には SS の召喚獣は必ず外すようにしましょうっていうね、まあお話でございました。続いてなんですけれども、まあ、敵で登場する際のね、ナイトメアですね。まあどんなゲームにも、あの剣攻撃が効くとか物理攻撃が高いとか、魔法防御が高いから物理攻撃で攻めるみたいなものですね。はい、でまずナイトメアにはね、1,2,3,4,5,6,7 タイプいますね。で7タイプおりまして、オークタイプ、ゴーストタイプ、バードタイプ、ハウンドタイプ、ゴーレムタイプ、プラントタイプ、リザードタイプっていうのがございます。まあ、これは見た目からもわかりますね。ゴーストタイプとかだったら、まあ、幽霊とかなので、はい。でまあ特徴はね、なんかまとめておきます。この次から、まあ、前回みたいにいきます、ね、オークタイプですね。まあ、こちらもオークというイメージ通り攻撃力が高くて素早いので、あのこいつはね、魔法防御が低いので魔法攻撃で、叩くっていうのがおすすめです。あ、ね、バードタイプはこれね、結構バフ、まあ結構皆さんあの見ててわかると思うんですけど、まあ、バードタイプ出てくると例えばバフ貼ってます。で、バフ貼るんですが、まあ、こちらね、物理防御が低いので、こう、物理攻撃でね、ぶっ倒すことがね、できますね。で、ハウンドタイプですね。で、ハウンドタイプはもう、犬なので、素早いです。めちゃくちゃ素早いです。ただ、まあ、耐久性はね、ほぼないので、ないというか、耐久性は他のタイプに比べて低いので、まあ、結局、一発食らえますけど、まあ、その後は、パン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 。まあ、無視してもいいのかな。他の攻撃力高いやつを先に倒すっていうのはありですね。ハウンドタイプを相手にするときは。はい。続いてですけれども、ゴーストタイプですね。ゴーストタイプはこちらヒーラーになってますね。こちらのゲームでは。そうですね、うん。で、ヒーラーはもう素早くね、倒しましょう。まあ、ゴーストいたら、ああ、ゴーストやっつって倒すっていうのを、もうね、なんかテンプレ付けましょう。次。ゴーレムタイプ。まあ、ゴーレムタイプは、もう、イメージ通りなんですけど、行動速度は遅いですが、一発が重いです。なので、こちらは、
あまり弱点というか防御も高いので、まあ、弱点で攻めるっていうのがね一番良くて、まあ、ゴーレムタイプこそ先に倒したいキャラですよね。一発重いからもう食らうと致命傷みたいな感じです。はい、次リザードタイプ、まあ、リザードタイプはこちら魔法じゃない範囲攻撃ですね。リザードタイプは、まあ、範囲攻撃がメインでしてきます。まあこれに関してはね、あのゴーレムタイプと一緒で範囲攻撃はめんどくさいので先に倒すか、まあ、ソーサラーあたりでデバフかけとけばいいかなっていうタイプです。はい、次プラントタイプ、プラントタイプ植物なんですけど、こちらがこのデバフですね。はい、でデバフのキャラなので、まあ、こちらにミンストレルがいないとデバフが回復できないから、まあその火力パで攻めてる場合は、まあ、ガンガンみんなで分担して、ね、速攻で倒すうちの一体ですね、プラントタイプは。うん、デバフは一番厄介だと思いますこのゲームで、うん、っていうざっとした解説ですね。別に特にね、あのボスとかまだね出会ってないので、大型のまあまだそんなに解説することはないかなと思います。明日からの動画はちょっとどうしようかなって思っておりますね。はい、メンテが開けることを祈ってます。メンテ開けたらガチャ動画撮りたいと思います。今日もねご視聴ありがとうございました。